試験投資ですね。試験投資です。今日3段目なんですけども、2段目は負けちゃいましたね。ずーっと上がって最後まで落ちなかったですね。そういう時にね、ババーッと打つとね、全部負けちゃうんだよね。だからうまくどう打つかですね。最初の1回だけでやめとくかですかね。がここら辺で最終的に打つか、だから3回に分けるのがいいんじゃないかと思うんだけどね。今のところ上がってるから真ん中中間点ね、この境界線ね、まあ必要ないと思うんだ。ここはここでね、ここはこのブロック、このブロックっていう感じで打つのがいいかもしれないですね。ずーっと上がって急行でドーンドーンドーンってね、逆にこう下がって、この場合は下がりですかね。ダメなんで、最初の一発も勝ちましたね。打ち方いろいろと研究中ですね。これがね、研究終わったらライブ行きますけどね。どういう打つのかな。こんなに調子よく上がってくれたらいいんだけど、あ、それからね、これ17以上だったらもう決算しちゃいます。まだなってないね。17以上ね。ね、見といてください、いつも。ここまで行かなくても17以上行ったらもう清算しちゃいます。何でもね。これ大事ですからね。あと100円。インジケーターは1時間に1回はね、来た来た。こうしたらね、あと、はい、こうした。はい、勝ちました。ね。というふうに、1700円。だから1.7倍以上いったんで、もう清算しちゃいましょう。ね。こうですね。清算しちゃいましょう。